バンコク市内にあるメイドカフェに来ております。こちらでは大勢のお客さんでにぎわっています。とメイド服を着た女の子がお迎えしてくれたこのお店、タイ最大の若者文化の発信地サイアムに先月タイで初めてオープンしたメイドカフェ、その名も秋葉というんです。見るからにオタク系タイ人の男の子に混じり女の子もいる店内、最後に訳された日本の漫画を読んだりアニメキャラクターを描いたりと一種独特の雰囲気が。さらに日本のメイドカフェと同様ドリンクを頼めば、と甘い触れ合いも。ก็เล็กดีก็มันก็ดูแบบอบอุ่นดีฮะแบบน่ารักคำเดียวน่ารักน่ารักメイドの隣にいる長髪の男性が秋葉のオーナーの B さん。 MBA の修士号を持つ彼は去年日本の秋葉原のメイド喫茶を3回も客として訪れた筋金入りのオタクなんです。ก็พอไปถึงแล้วก็ค่อนข้างประทับใจมากแล้วก็เลยอยากจะทำให้มีจุดนี้เกิดขึ้นในเมืองไทย。さらにタイ発のメイドカフェにはこんなイベントも。浴衣に着替えて日本のアイドルの曲をオリジナルバージョンで踊るこのイベント、女の子はタイでは超有名なコスプレ愛好家で、しかもタイの東大といわれる超名門チュラロンコン大学やタマサート大学の現役女子大生なんです。これまでもコンビニやテレビゲームなどタイに浸透した日本文化は数多くありました。このメイドカフェ平日で300人、週末にもなると700人近い客でにぎわうそうです。